はい、渡辺真由です。今回はね、ショットガンゴールド&ダイヤモンド目線解説の実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。ショットガンだけまだゴールド&ダイヤモンド目線解説やってなかったんでね、まず KRM262 とね、このアルガスは先にゴールド目線出したんでね、最初はアルガスからゴールド目線出してたんでね、KRM262 の。ちょっと迷彩チャレンジちょっと軽くね紹介していきたいと思います。 KRM262 でワンヒットショットガンキルを5回10回15回20回30回40回50回75回100回達成するで、ここから解除できるチャレンジできるようになるんでね。 KRM262 でプレイヤーを倒してリベンジ勲章を10回獲得する。他の自分を倒した敵をリスポンした後に、リスポン直後に倒せば、このねリベンジ復讐っていうことなんだけどね、それを10回やればいいんでね、これ簡単なんでね、これアタッチメントなしの KRM262 で50キルする。これも簡単なんでね、アタッチメントなしで50キル、ただ50キルすればいいんでね、サイト1個とアタッチメント5個付きの KRM262 で50キルする。サイト1個と、これもこのお好みで、使いやすいね、サイトで。で、レティクルの方もね、好きなやつ選んで。で、クイック、あ、そっか、パークつけれないんでね、この場合ね。クイックに、ストックつけたり、で、メインガンファイター1でアタッチメントを3つつけれるんで、レーザーつけて、メインガンファイター2でアタッチメント4つつけれるんでね、拡張マガジンつけたりで、メインガンファイター3でアタッチメント5個つけれるようになるんでね、でロングバレルとかね、この状態でサイト1個アタッチメント5個で50キルすると、このブリーズ迷彩解除できます。で、KRM262 で M 中2連続キルするかける5。これも簡単なんで、すぐ終わるんでね、これ。一番やっぱりね、難しくて、鬼門となるのが、この、死なずに5キルっちゅうやつね、スチールなんだけどね。でもこれ、簡単なんでね、武器によっては。KRM262 強いんでね、これね。前作 BO2 のね、レミントンに似てるんでね、これね。で、カメレオン迷彩でしょ。で、KRM262 の全迷彩アンロックするで、ゴールド迷彩。で、ショットガンの全ゴールドアンロックするで、ダイヤモンド迷彩ね。ちょっと、ダークマターは今ちょっとやらないでね。ダークマターは別でやっていくんでね。で、死なずに5キルの場合だとね、個人的なんだけどね、おすすめするのが、レーザーかね、拡張マガジン。ブリーチでやるんでね、自分も風持ち強ポイントで、ロングバレルつけたら強いんだけど、とつる場合だとね、ちょっと広めのマップだったらロングバレルとかがいいんだけど、拡張マガジンとロングバレルとかがいいんだけど、もう角待ち強ポイントでやるんで、ロングバレル必要ないんでね、それよりは、レーザーか、拡張マガジン、パークは、第6巻、オーバークロック、で、ハードワイヤー、で、ブラストサプレッサー、2デッドサイレンス、いもるんでね、角待ち強ポイントで。もう第6巻絶対必須なんでね。で、オーバークロックも入れた方がいいんでね。スペシャリストはバッテリーのキネティックアーマーがいいんでね。スペシャリストウェポン、アビリティゲージが溜まるのが早いんでね。絶対この2つつけたらかなり強いんでね。で、レーザーか拡張マガジン。拡張マガジンは絶対つけた方がいいんでね。レーザーか、ファストマグ。もうほとんどレーザーやってたんだけどね、この組み合わせでアタッチメントは。
死なずに5キロほとんどこれでやってたんだけどね、ショットガンの場合は。でも最後はこのファストマグでやったんだよね、この組み合わせで。うん、これで死なずに5キロで、この状態で、死なずに5キロで、この状態っていうかね、やるとこれが解除されるんだよね、カメラの迷彩。で、次、205ブリッジ。の、もう説明はやったんで、今ね、カメレオン迷彩、カメレオン迷彩いいけどね、ゴールド迷彩に、ダイヤモンド迷彩ね。で、次、205ブリッジはね、さっき KRM26 にはワンショット、ワンショットワンキルだったんだけど、これ205ブリッジはヘッドショット勲章が100回あるんでね、うん、ちょっと手間かかるんだけど、これで次ヘイマーカー12、ヘイマーカー12も205ブリッジ同様ヘッドショット勲章になるんでね、これ100回、ゴールド迷彩になります。でダイヤモンド迷彩で、最後にアルガスね。アルガスも205、アルガスも KRM26 と同じワンヒットショットガンキルになるんでね、100キル。これ、早いんでね、KRM262 とアルガスはワンヒットショットガンキルなんで、205ブリッジとヘイマーカー12はヘッドショットでちょっと時間かかるんだけど、KRM262 とこのアルガスはワンヒットショットガンキルなんでね、これ早いんでね、うん、でゴールド迷彩にダイヤモンド迷彩ね、レーザーつけてもいいしね、レーザー拡張マガジンとかね。アルガスやっぱ一番強いんでね、これね、前作 BO2 のね、この KRM26 には前作 BO2 のレミントンみたいな感じでね、でこのアルガスはこれ前作 BO、 これも前作 BO2 の KSG に似てるんでね、これかなり射程距離あるんで。ダークマター迷彩もね、解除してきたんだけど、これは別でね、全武器のダークマター迷彩解説かなんかでやっていくんでね。あとカスタムゲームから全武器のダークマター迷彩ちょっと見せていこうかなと思ってるんでね、それは別でやっていくのでね、そちらの動画の方もよろしくお願いいたします。やっぱね死なずに5キルが一番難しいんで、やっぱりね、アルガスのみでこれ5キル、死なずに5キルねはやっぱり、まあ、他の動画でも散々言ってるんだけど、このカスタム構成が一番いいと思う、うん、おすすめは。サイトなくても全然いいんでね、いけるんで、狙いやすいんでね、ショットガンは腰打ちとか結構強いんでね、それよりはアタッチメント2つつけて、それより あとはパークにポイント費やした方がいいと思うんでね。まあ個人的な考えなんだけど、レーザー拡張マガジンか、ファストマグとかね、つけてやればいいんでね。まずゴールド迷彩にしたのがアルガスが一番初めで、で、次に2番目は KRM262 で、で、次ヘイマーク3番目がヘイマーカージュンで、最後に205ブリッジ、もう YouTube のアップ済みなんだけどね、ブリッジのフリーフォールで205ブリッジを使ってダークマター迷彩解除したんだけどね。別でやっていくんでね、で、スペシャリストはバッテリーのキネティックアーマーか、死なずに5キロやる場合はね、うん、それかノーマッドのリジャックがいいと思うんだよ。でもおすすめはやっぱノーマッドのリジャックでもいいんだけど、ブリーチの片持ち強ポイントだったらリジャックだったらあまり
意味がないっちゅうかの、接近戦だとね、あのリジャックで復活してもすぐやられるんで、それよりはバッテリーのキネティックアーマーが絶対いいと思うんでね、ほとんども死なずに5キロ全部機ね、あのバッテリーのキネティックアーマー使ってチャレンジ終わらしてるんでね、スチール以上にしたいと思います。あ、ちょっとアルガスでっていこうか、ちょっとショットガンダイヤモンド迷彩にして、あ、ちょっと迷彩の方をねこれにして、レーザーと拡張マガジン入れて、でスペシャリストこれにしてね、以上にしたいと思います。はい、今回はねショットガンゴールド&ダイヤモンド迷彩解説の実況をやっていきました。あとよろしければねチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。